ジャン・ラクチュールは、フランスの作家、ジャーナリスト。ルモンド・ガなど、サハの新聞の記者として、ベトナムのホーチミン、カンボジアのシハヌーク、エジプトのナセル、ソ連のフルシチョフ、米国のキッシンジャー、ロバート・ケネディなど20世紀を代表する政治家に取材し、時事問題に関する著書を発表する一方、1970年代、中頃からドゴール、アンドレ・マルロー、レオン・ブルム、 ミッテランなどの電気を執筆し、ジャーナリズムからもアカデミズムからも一定の距離を置く、電気作家としての地位を確立した。終戦直後から脱植民地化のために活動し、政治、歴史に関する約70冊の著書を発表。こうした功績により、レジオンドヌール勲章、グラントフィシエ賞をはじめとする多くの栄誉を与えられた。1921年6月9日、 ジャンマリー・ジェラール・ラクチュールとして南西部のボルドーのカトリック・ブルジョア家庭に生まれた父・ジョゼフ・ラクチュールは外界であったイエズス会が運営する地元のリセサン・ジョゼフ・ド・ティボリで中等教育を修了した後1939年11月に外交官を目指してパリ政治学院に入学学位取得後に地元に戻り1942年にボルドー大学文学 法学部に学んだ。ロンドンに亡命したシャルルド・ゴールが1940年6月18日に大独抗戦を呼びかけると、ラクチュールの両親はこれを熱心に支持したが、彼自身はドイツでの強制労働を逃れるために、農家に隠れるなどして、マキに参加したのは、ノルマンディ上陸作戦の2ヶ月前の1944年4月のことであった。1944年9月に、 パリ地域でフィリップ・ルクレール将軍が率いる自由フランス軍第二機構師団の部隊に配属され、部隊がドイツに進軍していた1945年5月8日、ドイツの降伏を知った。欧州戦の終結後にルクレール将軍が今度はフランス領インドシナを日本軍から解放するために極東への遠征軍を結成すると、ラクチュールはこれに志願したが、従軍記者に任命され、 現地で、ルクレール師団の帰還し、カラベルを観光することになった。ラクチュールがマルセイユを立って、長い船旅の後最後に着いたのは、日本が降伏文書に調印し、ホーチミンが率いるベトミンが、ベトナム民主共和国の樹立を宣言した後のことで、あった。彼は、フランス軍を解放軍と呼んだが、そうではなかった。フランス軍内部で、 独立勢力に対する対応について意見の対立が生じ、ラクチュールはカラベル紙の観光を続けながらもフランス極東学院の東洋学者ポール・ミウスの助言により独立して市民向けの反戦新聞パリ・サイゴンを創刊した。この新聞はベトナム民族主義者との対話の場となり、ラクチュールはハノイでホーチミンと彼の側近で 軍事戦術家の防具エンザップに会う機会を得た。1946年3月6日、フランスはハノイ暫定協定の締結により、フランス連合の一員として、ベトナム共和国の独立を認めたが、4月13日の軍事協定によりさらに兵力を配置し、12月19日、第一次インドシナ戦争が勃発。ラクチュールは、 ベトナム滞在14ヶ月にして本土に帰還することになった。1947年にルクレールの側近ジョルジュビュイの勧めでフランス保護領モロッコのフッツ当局報道部に勤務することになった。彼はラバトでフランス領アルジェリア生まれの社会学者、東洋学者のジャックベルクに出会った。ジャックベルクは1953年にモロッコ独立運動を率いた。 ムハンマド5世がマダガスカルへの強制亡命を命じられた時にこれに激しく抗議し、普ツ当局に煙たがられた人物であり、以後、ラクチュールは彼と長年にわたって信仰を結ぶことになるが、現場の情勢を知るにつれ人営を間違えたと感じるようになった。彼は2年後の1949年に後の妻シモンヌミオランを連れて帰国した。シモンヌは 現地フランス労働総同盟の組合委員でフランス通信社の編集長であった。突如、ラクチュールと共に多くの著書を発表し、反植民地運動においても共に戦った。2011年に妻、シモンヌに先立たれたラクチュールは、私は信じられないほど幸運だった。私の戦艦の舵取りをしたのがシモンヌだった。彼女は、私の提督だった。 人生で最大の成功は妻と人生を共にしたことと語っている。パリに戻ったラクチュールはジャーナリストとして本格的な活動を開始した。最初は第二次大戦中にタイドクレジスタンス組織コンバの機関紙として地下出版されたコンバ紙の記者として活躍した。ついで同じくタイドクレジスタンス組織 フランス防衛の同盟の機関紙の後続誌として1944年に創刊されたフランス・ソワール、さらに実業家・クロード・ペルドリエルと作家・ジャーナリストのジャン・ダニエルによって1964年に創刊されたヌーベル・オプセル・バトゥール・紙などの左派の重要な新聞の記者として活躍した。だが、最も重要な活動の舞台は1944年に ユベール・ブーブ・メリーが創刊した、ルモンドが身であり、ラクチュールは、勇敢の記者の後、1957年から1975年までの長きにわたって、同志の海外圏部門の編集長を務め、アルジェリア戦争、チュニジアやモロッコの危機、インドシナ戦争、エジプトの政治情勢などを取材した。一方で、ラグビーや闘牛に関する記事も多数執筆し、これらは、 著書として刊行された。1966年に、米国ハーバード大学の国際関係論の研究者として、権力の人格化に関する博士論文を提出し、1969年に、4人の男たちとその人民庁権力と低開発として、水友者から刊行された。博士号取得後、 1966年から1972年までパリ政治学院で教え、1969年に左派の知識人によって実験大学センターとして創設されたバンセンヌ大学で同年から1971年まで教弁を取った。ラクチュールはソ連のフルシチョフから米国のキッシンジャー、カンボジアのシハヌークから米国のロバート・ケネディ、 エジプトのなせるまで多くの著名な政治家に取材し、記事だけでなく、著書も発表した。一方で、左派のジャーナリストとして、主に社会主義国やフランスの植民地で急速に変化する戦後の情勢、不透明な情勢を取材した、彼は時に判断を誤ることもあった。特に、アルジェリア民族解放戦線内部の対立を過小評価したこと、文化大革命や、 クメールルージュに間違った期待を抱いたことであり、カンボジア情勢については誤りを認めて1978年にカンボジア人民よ、生き延びよを表し、さらにジャーナリストとしての活動を振り返ってインクの地を発表した。ラクチュールはエジプト、モロッコ、インドシナ、ベトナムの情勢や現役の政治家に関する著書を発表した後、1970年代頃から 時事問題から離れ、アンドレ・マルロー、レオン・ブルム、フランソワ・モーリアック、ピエール・マンデス・フランス、代表作のド・ゴールなどの電気を発表し始めた。ジャーナリストから電気作家への転身であり、むしろ詳細な注釈を付した歴史学的な記述を試みている。これは、例えば、アンドレ・マルローの写事に、ジャック・ジュイヤール、ミシェル・ビノック、 ピエール・ノララの名前が挙がっていることからも明らかであるが、これは主にアナール学派の影響で、ジャーナリズムとアカデミズムの境界がしばしば曖昧になったことが背景にある。例えば、歴史学者のアニー・クリージェルやピエール・賞には、フィガロ・神、フランソ・ワ・フュレ、ドニ・リシェ、ジャック・ジュイヤールは、ヌーベル・オプセル・バトゥール・神に、歴史、政治に関する記事を寄稿し、ジャンボを取れる。 フランツ・オリビエ・ジズベール、カトリーヌ・ネイラのジャーナリストが歴史書、主に20世紀の政治家の伝記を書くようになった。こうした動向についてラクチュールは、ジャーナリストが、にわかじ込みの知識で、歴史学者の役割を担うのはもう珍しいことでは、ないが、フランスはフュレやジャック・ジュイアールのような昇進証明の、歴史学者が、これほど熱心かつ継続的にジャーナリズムに関わるのは、 かつてないことだと書いている。彼は、ジャックル・ゴフとピエール・ノラを中心とする、アナール学派の第三世代による、史学史の研究、新しい歴史学に参加し、ミシェル・ポベル、クシシトフ・ポミアン、アンドレ・ビュル・ギエール、フィリップ・アリエス、ギー・ボワ、ジャン・クロード・シミットらの歴史学者と共に活動し、ジャーナリズムから離れると同時に、アカデミズムからも距離を置きながら、 電気作家という立場を確立していった。さらに、こうした活動の一環として、水友社の現代史、時事問題の創書、リストアールイメディアットを1961年に創刊。一般書としても専門書としても好評を博すことになった。また、ミシェル・ビノックとスーフィズム専門の哲学者、ミシェル・ショドキー・ウィッチが1978年に創刊し、 同じ水遊者の子会社が観光する歴史雑誌、リストワール氏の編集委員を務め、社会党議員のアラン・ルーセが1990年にペサック国際歴史映画祭を創設した際には、ビノックと共に、これに参加した。2015年7月16日に、ルシオンで死去、去年94歳。ルシオン墓地に埋葬された。フランソワ・オランド大統領は、 フランスの歴史が作られるのと同時に、これを書いた情熱的で独立心が強く勇敢な男であったと称えた。マニュエル・バルス首相は彼が書いた伝記と同様に豊かな人生を送った偉大な作家として、サハにとってもフランスにとっても今後も非常に偉大な両親であり続けると語り、フルール・ペルラン文化賞は 物議を醸すこともあったが、常に辛辣な特派員、優れた記者、論説委員であったと評した。ラクチュールは、最も敬愛する、歴史上の人物は、モンテーニュ、作家は、スタンダールとジュリアン・グラック、詩人は、ギオーム・やポリネイルを挙げている。ありがとうございます。